関東自動車、関東自動車株式会社、関東、宇自動車は、栃木県宇都宮市を中心に、路線バス、貸切バス事業及び、作動事業、ナスロープウェイを運営する事業者、会社である。地元では、関東バスと呼ばれ商標登録もされており、車両や営業場の表記にも、頻繁に用いられている。なお、東京都に所在する、関東バス株式会社、 埼玉県に所在する関東自動車及び神奈川県に本社を置く関東自動車工業は全くの別会社であり一切関係がない。栃木県内の一般路線バスにおいて約70%の市場占有率、輸送人員ベースを有するとともに貸切バス保有台数も栃木県内最多のバス事業者である。一般乗り合いバス事業、一般路線バス、 高速長距離バス、貸切バスのほか、総合サービス部、旧、株式会社関東バス総合サービスが、市町村営バスや私立高校のスクールバス運行などを請け負い、また、関連会社に観光事業者、旅行代理店や自動車整備事業者などがある。事業所は、営業所として、宇都宮、柳瀬、駒瀬、駒,瀬駒入、鹿沼、石橋、佐野、県南、今市、 栃木、足利、東京、阿波の東の平室、那須塩原が所在する。各営業所の所属部署は、下記、本社、事業所、系列会社の項を参照。このほか、路線バス部参加の出張所が栃木、貸切バス栃木営業所に、併設に、車庫と呼称する格納施設を駒瀬営業所参加に、蔡、柳田、今里、柳瀬営業所参加にいまいち、 貸切バス今市営業所に併設、譜入、下、小林、山王団地、鹿沼営業所参加に古本原、小部ヶ原、石橋営業所参加に、東ふ坂市、し、もうか、都とのや、人とのや、貸切バス県南営業所に併設、阿波の営業所参加に、口阿波の東の併室営業所参加に、もうかの各地に点在する。関東自動車は、1923年、 大正12年に、石橋町の小平十吉、戸田正嗣、五福祥、戸田康美、銀工業及び栃木町の小松沢茂助、乗合馬車営業の四市により、合資会社関東自動車商会として設立れ、翌年8月に、栃木太平山間及び栃木三武間の二路線で、運行開始、その後も栃木、鹿沼及び、阿波野で新路線を開業していった。当時、 県内各地には多数の同業者が乱立し熾烈な路線競合が起きていたため、関東自動車商会が沿線の有力者を取り込んで、より強力な基盤を築くべく、1927年、昭和2年に組織変更したのが現在の関東自動車株式会社である。この当時は路線基盤が栃木町にあり、本社も栃木町に置かれていた。 県と宇都宮地区での路線営業は、組織変更と共に買収した丸自動車が保有する路線の栃木、三部線を延長した栃木宇都宮線が第一号で、その後1931年に宇都宮の上山自動車を買収し宇都宮業所を新設。1932年には昭和自動車商会を買収し、宇都宮と日光や大谷、ふばさみを結ぶ路線を開設した。 同年秋には、西那須の塩原温泉の会社を買収し進出した。1934年に、鹿沼イ西シエポー原自動車を買収し、鹿沼宇都宮線など、鹿沼地区に路線を開設。路線基盤を固めると同時に、小泉東北本線の宇都宮駅前に車庫を併設したバスステーションを開業させ、本社を栃木町から小泉宇都宮駅前に移転した。この時点で、 栃木県内の多数の同業者を買収することによって構築された営業基盤は路線数30弱、車両数100両弱に達しており、栃木県下第一のバス事業者となっていた。第二次世界大戦下では国策による事業統合が開始され、当社は東部自動車等との間で路線譲り受けを行い、宇都宮市内路線は 関東自動車一社による運行体制へと整理された。終戦後の1949年、関東自動車は本社を桜通りに建築。その後1955年に、宇都宮駅前に、宇都宮営業所が入居可能な本社社屋を新築移転し、跡地に桜通営業所を新設した。1958年。また、宇都宮市域の拡大に伴い、 1959年には、宇都宮営業所の市内線機能を、分離市戸祭出張所と市野沢出張所を、新設。1964年には営業所機能を、持たせ戸祭営業所とした。市野沢出張所は1965年、駒松へ移転し駒松へ出張所に改称された後、1974年に駒松営業所へと昇格。 同時に新設された、江蘇東営業所、八千代、江蘇東駅西と共に、市内線産営業所体制となった。1965年度時点での保有車両は500台余り、利用者数は7000万人、年を数えた。この数字は、単純平均でも1日1台あたり利用者数が400人弱も、あったことを意味している。その後は、宇都宮市の都市下の進行と共に生まれた。 新需要に対応すべく、路線新設や均一地体制導入などの運賃改定を行った。その他小山地区においても、不相談地線や自治医大付属病院線などの道新設を行うなどの一方、軍部においては不採算路線の廃止などが進み、次第に都市部への集中が目立つようになった。近年は、 帝京大学宇都宮キャンパス新設や宇都宮市郊外の住宅団地整備に伴う新路線、開設及び増便などが行われたほか、高速バスへの路線進出や宇都宮市郊外にある高等学校へのスクールバス運行、宇都宮市街地の100円ワンコインバス制の導入、その後廃止などを展示、1993年には北関東では初となる。 プリペイドカード式乗車券を導入している。2012年、平成24年4月20日、経営競争基盤の完全子会社である、道のりホールディングスが、関東自動車の全株式を J コーチから取得したと発表。これにより、当社は道のりホールディングスの100%グループ会社となった。2018年、平成30年10月1日付で、 同じ道のりホールディングス参加の東の交通を九州合併する形で同社と経営統合した。東の交通から継承する路線の運賃に関しては一部の短距離区間を除き、据え置きもしくは値下げされた。2019年、令和元年9月道のりホールディングス参加の東日本交通宇都宮営業所を取得し、貸切車両を8台増加。 路線イコール路線バス部、高速イコール高速バス部、貸切イコール貸切バス部、契約イコール契約輸送部、急総合サービス部、東野イコール急、東野交通の営業所。関東自動車は1993年、平成5年、栃木県内では初めて磁気カードによる乗車カードシステム、バスカードを一般路線バスに導入した。 現在は JR バス関東、宇都宮地区、旧、東の交通、宇都宮、蒙古地区も同システムを導入している。一般路線ではない、鹿沼市民バス、B バス鹿沼から、古峰源泉、日光市営バス今市市も小林線でも使用可能である。2018年10月1日より、栃木県内を運行する関東自動車、同日統合した、旧、 東の交通含む JR バス、宇都宮、西那須の管轄内一般路線バスにて利用できるシニア向け全線フリー定期券、オデサポレーが発売、利用開始された。バスカードと異なり、一般路線ではない D バス線での使用は不可である。このほか、福島交通、名鉄バスが運行する福島、宇都宮、佐野名古屋線を運行支援している。 当初は、市内線、宇都宮市内線営業所の運行路線にのみ、系統番号が使用されていたが、その後1989年に、群武線、宇都宮を発着する、郊外路線全路線にも番号制を、大幅拡大した。不番拡大に伴い土祭り営業所、運行路線以外の JR 宇都宮駅業を、01、駒製営業所業を、10に統一し、 現在の番号形態となった。この番号性は、往路と復路で番号が異なることを意味する。例、行きは、1、エソ島、帰りは、01、JR 宇都宮駅。また、01と10は、系統や経路が異なっていても、同じ番号が使用されている。なお、旧古際営業所が運行していた3系統、50宇都宮駅イコール、清十イコール、細谷車庫。 53宇都宮駅イコールおしょうつか、イコール、細谷庫五54宇都宮駅イコール西花田、イコール土祭りイコール宝木団地及び、宮バスの38鈴目具駅イコール札団地イコール西川田駅線は、往復とも同じ番号が用いられている。旧東の交通の路線には、系統番号は振られていない。印は、 2018年4月現在使用されていない番号。印は使用されていない。経営地行き先。かつて、宇都宮市内を運行する、関東バスの路線は、市内中心部を、主に運行する、市内線。当時の駒星、江蘇島、戸祭りの各営業所管轄。西は、戸上団地駒星営業所。北は戸祭り営業所の大業試験場藤死が、丘団地、東は、 竹林松下電気滝団地、後に柳田車庫まで朝日町、南は不動前から江蘇島、緑町鶴田駅の域内路線、と市内郊外地区市街へ運行する群武線、当時の宇都宮、現在の柳瀬営業所、桜通常営業所とカ馬など市街からの乗り入れ営業所管轄という区分が存在し、宇都宮市内大通りなどで停車する停留所が異なっていた。 このうち、1970年代に、市内線に、路線ごとの系統番号を導入したのが最初である。一家歴史、括弧内は、当時の担当営業所。1989年、現在の駒製営業所開設、市内線管轄の旧駒製、軍部線管轄の桜通両営業所を統合、一転の際に、路線再編や宇都宮品用通り停留所の統一化を行い、 市内、軍部両線の明確な区分がなくなったことから、JR 宇都宮駅を奇襲点、または経由する全路線と、駒製営業所を奇襲点とする全路線、ともに、郊外市外駅のみ、運行の区間便を含むに、適用、後に、鈴目駅イコール西川田駅東口間など、前日以外を奇襲点とした系統が開設された。 際にも不満されたことから市内全路線に拡大し、現在に至る。市内線のみに不満していたときは、往復とも同じ番号を使用していたため、側面、後部面の各表示器にも、番号を掲示していた。側面表示器例、50JR 宇都宮駅イコール県庁前イコール、清吉イコール国立病院イコール土祭り、後部表示器例、50JR 宇都宮駅イコール、 日吉獣イコールド祭りが不安拡大の際に前述の通り往復で異番号となったことから往復とも同番号を使用する系統を含め側面、後部への番号掲示は廃止された。日野自動車、いすず自動車、日産ディーゼルとトラックスの地域販売会社の株式を保有している関係でこの3社が大半を占めている三菱不走トラックバスの比率は わずかだったが、1998年にエアロスターのノーステップバス、1999年に土地の記号のエアロキングを導入してからは、三菱車の比率が上がっている。以前には、不走不士重工製の一般路線車が、当時の鶴田に新車配置された経緯がある。伊須津車が多いのは、宇都宮市、旧地町地区に J バス、宇都宮事業、QI、傾光地、 イスズバス製造が栃木市太平町にイスズ栃木工場があることも影響している。また、営業地域に富士重工業宇都宮製作所がある関係で富士重工製ボディも多く採用されていた。なお、富士重工がバスボディ製造から撤退して以降、日産ディーゼルとトラックス製の新車投入はしばらく行われていなかったが2009年に再開されたものの、 同社でのバス製造、販売が中止されたため、2010年に導入されたものが最後となった。BR 座席の色は、路線車両を青色を基本とし、赤色を優先席用としていたが、近年のノンステップバス等は全面的に青色になっている。貸し切り車両は赤系の座席で、遺跡車両など一部は他の色もある。高速バス用は別のデザインである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。